はい、ビールでーす。はい、ビールでーす。はい、今日はこういう時どうしますか。うん、どうしますか。どうしますか。どうしますか。はい、先生。はい。先生、こんなんなんか焼けちゃってるんですけど、どうしますか。はい、どうしますか。皆さんの家にもいろいろこういうここを映してアップアップ、こういう端縁をアップ縁をアップ。焼けてると思うわな。え、焼けてるって、うん、早けしたって。これがあの凍傷ボーイです。寒さでやられてますね。これをカランコへ。ミロッティ、ミロッティです。ミロッティ、寒さ弱いです。はい。こういう時どうしますか。どうしましょうか。あなたならどうしますか。このまま歌っちゃってもいいけどな。すごい。動画になりません。で、聞いて聞いて。どうしますか。このまま。ほら。でもちょっとなんかこの人。毛が出すぎじゃない。そんなにだけど、慌てたところでどうだっていうな、どうだっていう種類や、この程度はな。で、言うたら、はい、こう映して、こう中のちっちゃいなやな。大丈夫でしょ。臭くないこれ。え、臭くない。違う。そうだよね。そうでもない、うん、でも明らかにやられてる葉っぱは取ったり取らんやったりね。うーん、あ、ほらもうほら見て、ほらジュレジュレテレレジュ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 レ、ああピュー。臭い。臭くない、そんな臭くない。で、こういうのはもうだからもうね、子供が多いやで、こう、取りたいのはポロってすぐ取れるけな、取りたきゃ葉っぱ取れやすい種類や。え、うん、取るなら取っていいし、汚いとかな。そうそう、こういうのな、ちっちゃい葉っぱすぐ取れるよ。やろ、うん、で、まあこれは様子見で、こうならないように霜に当てない、うん、マイナス温度いかないっていう工夫、何かかける、うん、お家に入れる、うん、ね、そういうこと。この人だけやった。答えはそうなっちゃったの、うん、そして肥料が入ってますね、肥料。いつの間に。いつの間に。はい、次。レモン漬けな。どうぞ、なんかするの。してもいいよ。してもいいよ。もう根っこが出すぎっちゃ出すぎやけど、もう新芽もちょっとやられちゃうもんな。うん、そうだよ。だからこのままで、ね。このままやろうな。もうちょっと中の小株が大きくなって、うん、取るなら取る。とかな。そうやな。あ、様子見で。様子見です。この子は様子見。何の動画にもなりませんけど。はい、様子見です、ね、はい、次。はい、螺旋状。子供が螺旋状に入ってきました。螺旋状に入っております。いろんなとこでね。ローンエバンス、これどうしたらいいですかっていう質問がよくあります。うん、よくあるね。はい、この前もありました。はい、あなたならどうしますか。このまま。あなたならどうしますか。そのまま。まあ、取りたくなるわな。取りたくなるわな。もうこう、今この大きさを取っても、ね、この大きさ取っても、そういう聞く人は多分技術がまだないので、このままがいいと思います。ね、でも形が崩れちゃうじゃないですかって言うけど、しょうがない。もうどうしようもない。どうしようもない。どうしようもない。どうしようもないなーって、うん、そうそう、このくらいの大きさやったら取った時にバラバラーってなる確率が高いもんな。そうそうそう。こことか見て、ここ、これこことかもバラバラ確率や、確定なとこや。そうです。で、どうしようもならない。うん。ね。っていうことじゃ。そうやな。そうやろ。これがもうちょっと大き
くなったらどうする？え？これが？これ大きくなったら可愛いんじゃん。並んでボボボボボボボってちゃんと。そうなった時さ、ここが邪魔になるやん。もう邪魔なとこ取っちゃればいい。この葉っぱを取ればいい感じな。そうそう。こいつらが大きくなってきたら、その邪魔をしている葉っぱだけ取ってあげるとかな。うん。うん、でそれこれもだから自由や。そこが面白いとこや。うん、失敗はない。失敗があるとすれば今取ること、これが失敗、うん。どうにかしようって思わんでいい、ここはな。ちょっと早いわな。そうです、そういうことです。じゃあ次。これ。パパのマルセル。パパのマルセル。ふざけんなよ。はい、これなら、はい。ちょっとこういう感じになって、こんなとこから花芽が出てきてます。これ花芽？はい、この中花芽なん。ほら、どうかな、よどうかな、頭が2つになってるのか、はい、あなたな、どうしますか。私、チョンパしよう。おチョンパ、あなたならどうしますか。そのままそのままで、じゃあ、チョンパ入る。これパパのんでいい。どうぞいい、いいですよ、チョンパしていい。うん、まだそんな古くないよ、これ。うん、古くない。かっこよく。かっこよく、チョンバする。抜けるけど、でも、ボワシって抜けちゃう。抜けちゃう？かっこ悪い。いい？うん、硬いな。硬いよ、カッチカチだよ。カッチカチやぞ。カッチカチやぞ。あ、失敗や。失敗。お前は手気をつけて。これよ。痛いよ。チョンバ。こうやって切るの。あ、下から切っちゃって失敗や。てれれー。顔見て。これめっちゃ失敗や。ごめん。ただのチョンパ。ただのチョンパになってた。こうなってた時は、はざし攻撃や。普通に全部取っちゃう。普通に茎になっちゃう。これもう出んな。でもなんか調子が悪そうやな。ちょっとな。おう。そういう時は。あ、ちょっとな、ここ黒いわ。やろ、そういうことよ。何か異常があったんや。ほじくらんで。待て、まだ裸足を取る。いいね。ちょうど裸足したかって。なんかここ臭いんやけど。何？俺かや。また、これ？ちょっとな、これや、ちょっとや、大げさ、いや、臭い。もうジャロに電話しゅう。しかし、これなんかね、花が来そうな気配。うるさいな、俺が大事にしようにから。俺が大事にしようにからな、裸足はこれ裏に持ったら取りやすいよ。こうじゃないで、こうしたら、まあ、俺はな。茎に対して垂直に引っ張る。葉っぱが曲がってるからな。これをなるべくこっちに、ま、こうまっすぐ。わかる。これ失敗しちゃったけど、本当はもっと上の方で切るはずやったよ、ね。そうだけど失敗したから葉っぱ取ってな。リトルフォックス、やばいねー。どこがやばい。花芽が来てます。どこに。やほら、花芽っぽいやろ。あらほら、全体的に。あー集団自殺や、これ全部やな。あらちょっと来てそうでない、花芽が。見なかったことにしよう。ということは全部チョンパしようか。全部。みんなもね、こうやって裸足を楽しむ。どうでしょう。
おまあ、ただこの何個ある、もう2、30個あるでしょ、うん、ね、あ、茎か、茎じゃんか、ちょっと茎はちょっと、はい、ここです、こう、黒い点、ここがちょっとおかしい、うん、こういう時は遠慮しない、ただ、ただ切るだけじゃない、こう、ただこう、ジョキンって切るだけじゃなくて、この黒いとこ、黒いとこをほじくるね、ほじくる、スーパードクター K やきな、スーパードクター K、 何その顔はな、スーパードクター K やき、こうガシ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 っていけ、ガシガシ、ちょっと若干ね、こういうの気になるけど、やっぱりなんか異常があるとこうなんか変なになってる時が多いやな、あるわな、ああ、まあね、その辺もな、神経質になりすぎずに、チェック、ほんで一本シュッシュいっとけばいい、うん、ね、それでこう置いもう、 もう1時間もうちょっと乾くけ、うん、乾かすなって言うけど、そのちょっとシュッシュして悪い時はちょっと穴ほじくった時とかはちょっと乾かす、さっと、さっと、それでもういいボス、うん、ね、オッケー、わかりましたか、はい、よしもうお前に教えたんやからね、オッケー、オッケー、今日のカメラマンはジュニアです、はい、ジュニア、ジュニア、そういう感じ、どうな、どうな、どう、なんかこれちょっと危ない感じがする、ちょっとよく見てみて、もう見ようか、え、咲かせよう、咲かせろ、はい、でもハゲ散らかしたかった、え、ハゲ散らかしたかった、なんで、どういうこと、ハゲ散らかしてからさ、ちょっとこぶかせる、臭いけ臭いやろなんでわからんぞ、もう詰まっちゃうけ、鼻が、めっちゃ臭いけん、やろう、まあいいや、今度キュンパしよう、パパおらんときに勝手にいい、うん、そういう感じ、うん、オッケー、オッケー、臭い、うん、こういうのはこのまましとく、うん、ね、こういうのはこうした、うん、こういうのはこうした、これ関係ないやん、これは鼻臭いだけやで、鼻が先よね、こういうのはもう焦げちゃったら、こういうの東証ボーイな、うん、オッケー、はい、オッケーです、はい、どうぞ、はい、じゃあよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、ご視聴ありがとうございました、ありがとう、バイバーイ、はい。